上空からの山頂部全体増山脈におけるクック、山の位置青柳、クック山はニュージーランドの南東にある南アルプス山脈に位置するニュージーランド最高峰の山。標高3724メートル。かつての標高は3764メートルだったが、1991年11月14日に山頂が崩落し10メートル低くなった後、 山頂付近の厚い氷がさらに崩壊して2014年には標高3724メートルとされた。アオラキとはニュージーランドの先住民族マオリナイタフ族の言葉であり、マオリ語で雲のネという意味である。クックはニュージーランドを探索したイギリスの海軍士官ジェームズ・クックの名が由来となっている。カンタベリー地方の南端マッケンジー地区に位置する。 山の周辺は、青キ、マウント、クック国立公園に指定され、ニュージーランド環境保全省が所管している。クック山とフッカーバレートラック1894年、ニュージーランド人のトム・ファイフ、ジャック・クラーク、ジョージ・グラハムによって初登頂が成し遂げられた。世界最高峰の山と比べると標高は低いが、登頂難易度は非常に高い。 年間数百人の登山家が頂上を目指すが、その大半は途中で下山している。2011年1月までの死亡者数は227名。下記でも数十メートルの積雪が観測され、標高2000メートル以上では氷河帯に入る。天候が変わりやすく、遭難事故も多い。東朝には比較的天候が安定する1月中旬から下旬がベストシーズンになる。 クリスマス休暇の12月下旬に登山者が増加するが、天候が荒れやすく、大半の登山者は途中下山する。登山ルートは、複数存在するが整備された登山道は一本も、存在しない。登山者の多くは、比較的難易度の低い林田氷河ルートを選択する。現存する登山ルートのほとんどで、冬山登山の登場例がない。初登頂を達成したファイフクラークグラハム隊は夏。 登山で北尾根ルートから登頂を達成した。青キマウントクックの美しい姿を眺めることのできる。青キマウントクック村へ行くには、クライストチャーチ、クイーンズタウン間を結ぶ国道から国道80号線に入り行き止まった5 2トル先の位置にある。バスは、ニューマンズ社、インターシティ社、グレートサイツ社、クックコネクション社などが運行している。 クライストチャーチからは約5時間30分、クイーンズタウンからは約4時間。季節運行便もあるので利用の際には確認が必要。ニュージーランド S ハイエストピークマウントクックシュリンクス。BBC ニュース HTTPWWW.BBCCOUK ニュース ワールドアジア -2575 万49832014年1月18日、閲覧。ありがとうございます。